南條ヨシノ N のラジオ。南條ヨシノです。新しい週の始まり、いろんな話題でおしゃべりしながら、みんなでこの1週間に立ち向かう元気を手に入れようという、とっても前向きになる予定のラジオ、それが N のラジオです。今日から11月、早いですね。溶けたな2022年。2022年、溶けたな、まあ、だってなんかもう4月にあったフリップサイドのライブ終わってからずっとそのままの感じだもん。続いてんのよ4月が。しかしその後いろいろなことがありました。ツアーもありましたし、他にもいろいろありました。今はアルバムを作っていますし、いろんなことがあったな。あったけども、まだ4月みたいな気持ちだが、さあ今日も皆様ハッシュタグ N のラジオをつけていろいろつぶやいてくださいね。もう何考えてか分かんないの、もう最近の私。もう本当にそうだな、今やりたいこと、緑の多い、もう秋だ、緑ないかも、自然、緑、自然、森、行きたい。私思った。だがもう秋、緑ない、茶色ある、緑ある、赤なってる。赤なってるかも、赤くならない、あるみたい。本当そんな感じ、頭の中。ご飯食べる、何食べる、どれも美味しそう、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 どれがいいかな、なんか考えるのめんどくさくなっちゃった、いっか、いやでも食べたい。あ、これウーバーイーツね。これね、これなんだろうって、何をやってんだろうって思ったかもしれないけど、あの映像を見てる方ね、スマホを見てね、何してんだろうって、ウーバーイーツ、その話も後でしよう。じゃ始めていきましょうかね。南條ヨシノ N のラジオ、今日もお付き合いよろしくお願いします。南條ヨシノ N のラジオ、改めまして南條ヨシノです。いや、レコーディングね、もう怒涛すぎなんだよ。怒涛すぎなんだよ、レコーディングしてるんですけど、この間もね、レコーディング終わって、まあまあ夜、まあ、いろんな確認事もあって帰ってきて、ちょうどツイートしたな、その時もね、なんか食べようと思って、またウーバーイーツ見てたわけなんですけど、どれも美味しそう、どれも食べたい、でもまあまあ夜だったから食べるものも悩むな、でもめっちゃお腹空いてんだけど何食べたいか分かんないよ、もう考えるのがもう無理だってなって、その時はツイッターでみんなに今日何食べたの、晩ご飯何食べたのって聞いて、まあいろいろ返してくれて、で夜だし寒いからあったかいものがいいなと思って、優しめな、で私は鍋かシチューかうどんにしようと思った、みんながつぶやいてる中から見て、今の時間ならこれだと、でそれに目星をつけてウーバーイーツ見出したんだけど、麻婆豆腐食べたくなっちゃって麻婆豆腐頼んだの。みんなごめんっつって、私鍋かシチューかうどんにするわ、この中からちょっと真似させてもらうねとか言ったくせに、裏切りですよ、早々に麻婆豆腐と春雨、あ嘘、春巻き、違う違う、麻婆春雨じゃん、麻婆豆腐と
春巻き。お腹すいた。お腹すいた。頼んだの。で、なんか辛さ選べたから、まあ、レコーディングの後だったしね、この後もあるから、まあ、辛さは一番弱々にして、さらに辛くしないでくださいって書いた。なるべく。だからもう安心して私は蓋を開けたんだけど、蓋を開けたら真っ赤っかだった。え、こんなに赤くて辛くないことあるって思って、まあでも書いたしな、一ペロしたよ、スプーンですくって一ペロしたらもう笑うほど辛くておよー、なるべく辛くないって言って、これここさては視線かみたいな、書いてなかったけどね。え、でもさ、もったいないじゃん、残せないから。いやこれはと思ったけど、頑張って食べた。めちゃくちゃ辛かったけど、めちゃくちゃ美味しかった。止まんねえもう辛ーみたいな。でね、その前にツイッターでちいかわちゃんの漫画読んでて、ちいかわちゃんたちは辛いカレー食べてたの、その回では。でちいかわちゃんたちが辛いカレー食べてて、で8割ちゃんかな、途中で水を飲んだら、水を飲んだことで辛さがリセットされて、もう一度1からゼロスタートだみたいなこと言ってたのを思い出して、水飲んじゃいけねえなこれみたいな。8割ちゃん言ってたもん、水飲んだらリセットされる。でも飲んじゃった辛くて、もうそうリセットされたし、春巻きも食べなきゃって、もう熱々の春巻き、こんな熱っ熱っってなりながら、夜中一人で すごい楽しそうでしょ。終わった途端もう次の日のね、レコーディングの準備を。いやもうね、終わりますように毎年言ってんの本当に。でも本当楽しみにしてほしい。あとね、あの MV の撮影ももう終わってたんだけど、ちょうどねそのオフラインって言って、この使わないでほしいカットありますかとか、いろんな確認の状態ね、まだこっから詰めますけどっていうラフの状態の MV がもち米監督から上がってきて、で確認のために見たんだけど、ラジオ拍手、これ本当によかった。編集が、もう私の顔は私の顔だったんだけど、もうなんでその顔とか思ったんだけども、編集がもう本当素晴らしくて、これはねもうみんな見たら泣いちゃうと思う。私はちょっとだけ泣きそうだった。でも麻婆豆腐食べた時の方が涙出てきたけど辛すぎて違う涙だけどねいやこれもね早く見てほしいなってすごい思った。辛かったな思い出しちゃった。あともうすごいお腹すいた最近ちょっとお腹なっちゃった。そうお腹すきすぎて、その帰ってる時もね、あのタクシー乗って帰ってたんだけど、お腹すごいになっちゃって、もうタクシーの運転手さんいんのに、もう最悪って、なんで今鳴るんだみたいな殴んないけど、気持ちはね、お腹沈まれみたいな。腹ペコ虫の帰り道っていう謎の歌ができそうなぐらい歌詞考え始めちゃったよね。もう別のこと考えてほしかったのに。そんなことしながら帰って、本当愉快な人ネガティブだっつってんのにね愉快な人。お便り、ホワイトブルーさんからいただきましてありがとうございます。南條さんこんばんは。こんばんは。南條さんは体のメンテナンスしていますでしょうか私は30歳を超えてから1日の疲れが残ったり、運動不足が気になったりと、体に不安を覚えることが多くなり、何か始めなければと思うようになりました。今はビタミン剤の摂取や自宅で体を動かすゲームなどで、少しずつ体の改造を行っています。南條さんが自宅で行っている体のメンテナンス方法ありますでしょうか。ありましたら教えていただけますと幸いです。とりあえずね、もう喉カッチカチだから、これもう整体行きたいんだけど、
スタジオと整体の先生んち、私んち、もうこのなんていうの、トライアングルなんちゃらみたいな、ね、トライアングルなんちゃらなんていうのこれ、なんかあるじゃん、魔のなんか遠いのとにかく、ね、うん、分かりやすく言うと遠い三角形を描いて遠いぐらいになってるからちょっと行けなくって、あ、だからさっきね、整体の先生、いつもお世話になってる整体の先生に出張料金いくらですかってちょっとスタジオ来てもらえないかな聞いて、まだちょっとお返事あるか分かんないんですけど、そうね、行けなかった、行けない日々が続いているから、とりあえずほぐさなきゃと思って、ま、マッサージしたり、あとは湯船に浸かったりね、あとはストレッチしたりみたいなのはしているんだけど、運動はね本当しないと、階段を使うようにしたりとか、あとはこう時間がある時とかは、あの駅何駅か分とか30分とか40分とか歩いたりとかしてますね。コロナ禍の時にね、運動しなきゃと思って買ったんですよ。いや分かってたよ、使わなくなるのは。ウォーキングマシーン買ったよ、絶対使わなくなるのは分かってたから、安いやつ買った。まあ物の見事に3回ぐらいしか使ってないんだけど今ね物置き分かってた、これ今電源入れたらどうなんだろうっていうくらい、このベルトの上に物が乗っててピッて入れたらザーやってみたい。いやでもやっちゃいけないって衝動とね戦って、ほら愉快な人変な人だな、どっちかというと次、天丼丼さんだから美味しそうだから美味しそう南條さんこんばんは、こんばんは。第5回の放送で折りたたみ傘を袋に戻せないと話しているのを聞いてめちゃくちゃ共感しました。信用できるぞ、信用できる、天丼丼さん美味しそう。ちなみにそんな私は旅行の荷造りをするのも苦手です。あ、これはないわ私はごめん、裏切りが早い必要なものをスーツケースや旅行カバンなどの限られたスペースに上手に収めることができません。見かねた家族がいつもやってくれます、かわいいなが、何がどこに入っているかわからず 旅先でてんてこまいになります、かっこ笑い。南條さんは地方遠征なども多いかと思いますが、荷造りは得意でしょうか。もしこうしたらうまくできるというコツがあれば教えていただけると嬉しいです。まあもう慣れたもんで、しかもね地方遠征とか、まあ、ライブの時とかってもう私がいれば最悪なんとかなるのよ。でもメイクさんいるし衣装さんいるし、最悪私がいればもう南條一馬の格好で私がいればなんとかなるから、もうね最初は、MV 撮影行きますとかさ、海外でも撮影あったりしたから、とかライブ行きますってなったら、あ、これも必要かも、あれも必要かも、これもあったらいいかも、これもあってもいいってすごい荷物多かったんだけど、もう今はねドラムの八木さんにびっくりされるぐらいリュック一つで行けるぐらい、もう着替えと、あ、着替えとメイク落としみたいなやつ最低限何？昔はさ、でもプレステ持ってったりしてた、うん、持ってくために軽いやつ買ったもんね。でも行った先のホテルで、あの H なんだっけ、 HD ん HDMI、 そう、あの線がつながるんだけど、そのホテル側のテレビで外部入力 NG みたいにしてて使えないみたいな、こんなセッティングしたのにみたいなとかもあったけど、もう今はもうねカバン一つありゃ旅行なんてもう何年もしてないし、旅行行くとなったらちょっと私もまごまごしちゃうかも、何着たらいいんだろうとか。ん？旅行？何もしてない最近、実家帰るぐらい。もう実家もさ、もういいじゃん、もう何でも実家もこれよあーすみたいな、帰ったぜみたいな感じかな。もう足りなかったら現地で最悪なんとかなるかなっていう感じ。あとはね、そのもうめんどくさいから朝支度することも結構多いんだけど、忘れ物はしたくないから、あの必要なもの全部メモ帳に書いてある。化粧水、化粧落とし、充電器、あ、充電器持ってくわ。
とかね、そのメモ帳の書いてる行がなんか年々少なくなってて、そう、ね、いらないかなみたいな。カメラとか使わないじゃんみたいな。出さないもん。重たいとか言って。好きなのに。好きなのに。うまくいかない。好きなのに。シャッターチャンス逃しがちなんでしょ。あ、今ガチャガチャガチャ。あ、もういないみたいな。本当ね、カメラの神に愛されてないから私はシャッターチャンス逃しがちです。以上、また私がいっぱい喋っちゃって、これからも私への質問、疑問、やってほしいことなど何でも OK です。メールお待ちしています。それでは1曲お届けいたしましょう。まあね、残米レコーディング残米ということで、レコーディングしている時どんな気持ちで歌っているのかということを初心に帰るためにもね、聞きたいと思います。南條佳乃でレコーディング。ヘッドホンをして始まりの合図がかかると、ワクワクしてるこの瞬間、どんな人に会えるのかな、たくさんの感情とリンクしてく、そう、楽しい歌もあるでしょ、切なくて思わず涙こらえたり、それがたったの5分の中に詰まってる、たくさん気持ちを詰め込んで歌に乗せてくんだ、小さなスタジオに今は一人だけど、曲の向こうを君が待ってる、いつの日かライブでどんな風に歌おうかな、みんなと過ごした思い出増やしてどんな曲に育つのか、南條佳乃 N のラジオ。10年レター。私南條佳乃は今年でソロアーティストデビュー10周年、そんな10年という数字にちなみまして、皆さん自身からの10年前、10年後に送る短いお手紙を募集しています。私が心を込めてそのお手紙を10年前か10年後にお届けいたします。いや、10年前はこんな愉快な人になってると思ってなかったな。一人で麻婆豆腐食ってカラーって言ってるなんて思ってなかったな。さあ、今日はちっけんさん、ありがとうございます。10年後の自分へ。10年後の自分、あなたは今どんな風に過ごしていますか？今の自分は趣味に夢中で、家庭や貯金のことは二の次だけど、奥さんに捨てられてないですか？怖えな。最近新しくロードバイクを始めようと20万円の自転車を買ったけど、まだ続けてますか？100万のロードバイクに手を出したりしてないか心配です。でも多分自分のことだから、また新しい趣味に手を出してるんだろうなと思います。正直今が楽しすぎて生活見直せるか不安しかないんだけど、節度を持った生活は10年後の自分にお任せしていいかな。それじゃあよろしくお願いします。信用するな。自分を信用するな。自分を信用してはならん。私はこんなはずじゃなかった。10年前はこんなはずじゃなかった。でも本当、もうちょっとなんかおしとやかな感じ。
もうどうでもよくなってきちゃったもんね、全てがだんだんどうでもどうでも生きてりゃいいかみたいな。もう偉いよみんな、この時代に生きてるだけで偉いんだよ。ペンギンも言ってんじゃんちゃん皇帝がチャスターソーさん、10年前の私へ。大人になったらあとどれくらい背が伸びるのかなと鏡の前に立って未来に希望を抱いている頃でしょう。そんなあなたに残念なお知らせです。もうほとんど身長は伸びません。そして自分より小さいと思っていた友人たちにどんどん追い越されていくことに焦りと不安を覚えるでしょう。毎学期に行われる身体測定が嫌で嫌で仕方ない時期が来ると思います。そんなあなたに10年後の私から一つだけ伝えたいことがあります。早めに諦めろたったこれだけで随分と気持ちが楽になります。自分がチビであることを受け入れてあげましょう。大丈夫、背が低くてもそんなに困ることはありません。自分に自信持って生きていこうぜ私も抗ってたな、中学生ぐらいの時とか。なんかすごい厚底のなんかサンダルみたいなの履いたりしてたよ。それがもういつしかスニーカー最高だぜみたいなね。まあ背が低くてね困ることはね、まあ、その高いところのもの取れないとかそんなものはね、台使ってもう何でもできるようになるから何でも電気だって変えられるし高いところに物を出し入れだってできますぜ。でも困るのは冬の満員電車、目の前にあのコートのファーが来た時あれだけはもう満員電車だから逃げらんないの。もうでも今マスクあるからいいけどさ、ない時代とかさ、もう鼻の中入っちゃったりする、あーみたいな、すみません知らない人のファーみたいな。あと髪の長い人のね、髪の毛とかもうここにあれだけはもう逃げらんないし、酸素薄めだったよね。背高い人とかはもうなんか上の方の綺麗な空気を吸ってる感じしたけど、もうねえちびっこ族はこの辺のなんかもうよどんだ空気をファーと共に吸い込むしかないから。肘とかあったらそんなちっちゃかね、あこうねあるかもね。まあでも一番記憶にあるのはファーかなファー、うーん、あれだけはもう逃げ場がないからね。あとねギューってなってくると本当に足つかなくなるからね、こうギュッてギュッて押し上げられて浮いてるあったりするからね。もうそのそれかな、ちびっこ族ね。まあでもうん全然諦めよOK はい、というわけで面白いですね、ありがとうございます。今日のお便り、お手紙は以上です。こんな感じで皆さんからの未来や過去へのお手紙お待ちしております。南條吉の N のラジオ、してきました。南條吉野 N のラジオ、今日の放送もエンディングの時間です。この番組ではメールを大募集中、私への質問から希望要望、最近あったことやコーナー宛てなどどんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは nraji@joqr.net nraji@joqr.net です。また番組ツイッターもあります。 N のラジオで検索してぜひフォローしてください。ここで南條吉野からのお知らせです。大丈夫大丈夫南條吉野ソロデビュー10周年を記念したオリジナルフルアルバムジャーニーズトランクと MV 集ジャーニーズトランクメモリアルミュージッククリップスを12月21日に同時リリースいたします。
NBC ユニバーサル公式オンラインショップアニバーサルでは特製フォトパネル付きの限定商品などが予約受付中です。購入者対象のオンライントークイベントの開催も決定しております。またオフィシャルファンクラブご近所るの友の会会員限定商品も現在予約販売受付中です。グッズアイテム盛りだくさんのご近所さんゲット、間違えたね、ご近所さんセットゲットしちゃったいきなりな、うん、セットもゲットしてくださいということですね。チェックって書いてあるんだけどね、ゲットどっから出てきたのかなご近所さんゲット、うん、さらにアルバム MV 集の発売を記念したサイン会イベントの開催も決定しております。2月19日大阪、2月25日と3月5日は東京でサイン会を行います。さらに12月の17日と1月21日にリミスタでのインターネットサイン会の開催も決定いたしました。地方に住んでいたり忙しくてなかなかサイン会に参加するのが難しいよという方でもご自宅などからでも参加できるサイン会となっておりますので、ぜひお気軽にご参加くださいませ。各イベントの参加方法など詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。その他最新情報は随時公式サイトなどでもお伝えしておりますので、ぜひご確認ください。そしてソロデビュー10周年企画が進行中です。第1弾は全曲振り返りトーク、毎日平日更新で、南條由の公式 YouTube チャンネルで見れます急にもうね、もうお腹空いて見れます。第2弾は振り返りライブコメンタリー、次回は11月13日21時からリングツアー振り返ります。お楽しみに。最後に出演情報です。劇場版にゃん旅鉄道にバス役で出演しておりますが、11月4日から結構上映感が増えたようなので、ぜひ一度ご確認ください。まだあったそしてこの番組のアーカイブですが、放送後、YouTube の南條由のオフィシャル YouTube チャンネルに今週の土曜日21時頃アップされますので、ぜひこちらもお楽しみくださいませ。ということで今日の感想など何ですか今日の感想、お腹は空いたよ。お腹空いて、今日は何食べようかな、何食べよう、もう無駄なカロリーを入れたくないからね。この話もしたねこの話したのは記憶ある。いやもうね、まあ聞いてるみんなは夜だと思うけど、私はこれからねお昼ご飯食べてレコーディングに向かいますから、頑張りますよ今日も。いやアルバムもね本当にいいものになるといいなと思って作ってるんで、楽しみにしていてください。というわけでまた次回お会いいたしましょう。お相手は南條由でした。今週も1週間頑張りましょう。またねー。